ソフトな。柔軟剤は洗濯物をソフトな手触りにする。ハードな。この仕事はハードな割に給料があまり良くない。フォーマルな。友人の結婚式に出るため、フォーマルなドレスを買った。カジュアルな。このレストランは格式が高いが、服装はカジュアルで構わない。 シンプルな。彼女はシンプルなデザインの服がよく似合う。ドライな。彼女はドライな性格で物事を割り切って考える。シビアな。あの先生は評価がとてもシビアらしい。ピンチ。給料日前で今お金がピンチだ。セーフ。 式に遅刻するかと思ったが、急いでギリギリセーフだった。マンネリ。この作家の小説は、最近マンネリに陥っているのではないか。バラエティー。アンケートでバラエティのある回答が得られた。ソフトな。学生には、社会を変えていこうとするパワーを持ってほしい。 バイタリティ山本さんはとてもバイタリティのある人で疲れるということがないダイナミックな高橋選手は鉄棒でダイナミックな技を次々と披露したスタミナ明日は大事な試合だから栄養をとってスタミナをつけておこうピーク日本では 2月が大学受験のピークだ。クライマックス。連続ドラマがいよいよ来週クライマックスを迎える。インパクト。ピカソの絵は見る者に強いインパクトを与える。コントラスト。冬山は真っ白な雪と青い空とのコントラストが美しかった。クリアーな。 新しく買ったテレビは画像がクリアで美しい。トーン説明の重要な部分は声を大きくしトーンを上げて話すようにしている。ニュアンスメールの絵文字は文字だけでは伝わりにくいニュアンスを伝える。フィーリング私はあの人とフィーリングがぴったり合う。ギャッ。 あの夫婦は考え方に大きなギャップがある。ステレオタイプな。想像力をつけるためには、ステレオタイプな考え方を捨てることだ。レッテル。授業にいつも遅刻する彼は、クラスで怠け者のレッテルを貼られている。フィルター。レンズにフィルターをかけて特殊効果を狙う。 ベース。この劇団は大阪にベースを置いて全国で活動している。インフラ。社会の発展のためにはインフラの整備が不可欠だ。ネットワーク。インターネットは世界をつなぐ巨大なネットワークだ。テクノロジー。テクノロジーの進歩によって人間の生活は 飛躍的に向上したテクニックあのピアニストは素晴らしいテクニックを持っているメカニズムこの機械の内部のメカニズムを知りたいプロセス工場を見学して製品が出来上がるまでのプロセスが分かったフィードバックテストを返すときには 教師からのフィードバックが必要だ。コンセプト新しく創刊する雑誌のコンセプトを編集会議で話し合った。ポリシーこの病院は患者に行き過ぎた治療をしないというポリシーを持っている。アピールこの商品はお年寄りでも簡単に使えることを消費者にアピールしている。 シミュレーションパイロットの飛行訓練では機械で実際の操縦のシミュレーションを行う。アクセスこの会場はアクセスが悪く、車がないと行くことができない。U ターンこの道は U ターン禁止だ。シフト来週学校のテストがあるのでアルバイトのシフトを変えてもらった。 チェンジ。彼女は髪を切ってイメージチェンジした。フォーム。ゴルフはフォームが悪いと球が全然飛ばない。ポーズ。絵のモデルがポーズをとっている。タイミング。気になる人に声をかけたいがタイミングがつかめない。ラスト。マラソンで ラストの一人がゴールすると観客から拍手が湧いた。スムーズな転校した当初は周りの環境にスムーズに溶け込めなかった。サイクル動物は一年の自然のサイクルに従って生活している。ジェンダージェンダーとしての男女の役割は昔と大きく違ってきている。 ソフトな。柔軟剤は洗濯物をソフトな手触りにする。ハードな。この仕事はハードな割に給料があまり良くない。フォーマルな。友人の結婚式に出るため、フォーマルなドレスを買った。カジュアルな。このレストランは格式が高いが、服装はカジュアルで構わない。 シンプルな。彼女はシンプルなデザインの服がよく似合う。ドライな。彼女はドライな性格で物事を割り切って考える。シビアな。あの先生は評価がとてもシビアらしい。ピンチ。給料日前で今お金がピンチだ。セーフ。 式に遅刻するかと思ったが、急いでギリギリセーフだった。マンネリ。この作家の小説は、最近マンネリに陥っているのではないか。バラエティー。アンケートでバラエティのある回答が得られた。ソフトな。学生には、社会を変えていこうとするパワーを持ってほしい。 バイタリティ山本さんはとてもバイタリティのある人で、疲れるということがない。ダイナミックな高橋選手は鉄棒でダイナミックな技を次々と披露した。スタミナ明日は大事な試合だから、栄養をとってスタミナをつけておこう。ピーク日本では 2月が大学受験のピークだ。クライマックス。連続ドラマがいよいよ来週クライマックスを迎える。インパクト。ピカソの絵は見る者に強いインパクトを与える。コントラスト。冬山は真っ白な雪と青い空とのコントラストが美しかった。クリアーな。 新しく買ったテレビは画像がクリアで美しい。トーン説明の重要な部分は声を大きくしトーンを上げて話すようにしている。ニュアンスメールの絵文字は文字だけでは伝わりにくいニュアンスを伝える。フィーリング私はあの人とフィーリングがぴったり合う。ギャッ。 あの夫婦は考え方に大きなギャップがある。ステレオタイプな。想像力をつけるためには、ステレオタイプな考え方を捨てることだ。レッテル。授業にいつも遅刻する彼は、クラスで怠け者のレッテルを貼られている。フィルター。レンズにフィルターをかけて特殊効果を狙う。 ベース。この劇団は大阪にベースを置いて全国で活動している。インフラ。社会の発展のためにはインフラの整備が不可欠だ。ネットワーク。インターネットは世界をつなぐ巨大なネットワークだ。テクノロジー。テクノロジーの進歩によって人間の生活は 飛躍的に向上した。テクニック。あのピアニストは素晴らしいテクニックを持っている。メカニズム。この機械の内部のメカニズムを知りたい。プロセス。工場を見学して製品が出来上がるまでのプロセスが分かった。フィードバック。テストを返すときには、 教師からのフィードバックが必要だ。コンセプト新しく創刊する雑誌のコンセプトを編集会議で話し合った。ポリシーこの病院は患者に行き過ぎた治療をしないというポリシーを持っている。アピールこの商品はお年寄りでも簡単に使えることを消費者にアピールしている。 シミュレーションパイロットの飛行訓練では機械で実際の操縦のシミュレーションを行う。アクセスこの会場はアクセスが悪く、車がないと行くことができない。U ターンこの道は U ターン禁止だ。シフト来週学校のテストがあるのでアルバイトのシフトを変えてもらった。 チェンジ。彼女は髪を切ってイメージチェンジした。フォーム。ゴルフはフォームが悪いと球が全然飛ばない。ポーズ。絵のモデルがポーズをとっている。タイミング。気になる人に声をかけたいがタイミングがつかめない。ラスト。マラソンで ラストの一人がゴールすると観客から拍手が湧いた。スムーズな転校した当初は周りの環境にスムーズに溶け込めなかった。サイクル動物は一年の自然のサイクルに従って生活している。ジェンダージェンダーとしての男女の役割は昔と大きく違ってきている。